ミュージックチャルメラドーン。この番組はプロアマ問わず、またオリジナルカバーも問わず、素晴らしいアーティストの演奏曲を音芝居を交えながら月1回更新でご紹介していく番組です。こんばんは。いらっしゃい。おや、ケントさん、今日はお一人ですか？あ、はい、今日はちょっと一人っす。マリア先輩は来ないっす。そうですか。で、ご注文は何になさいます？あ、じゃあほろ酔いラーメンセットで。ラーメンは後でいいんで、おやじさん一緒に飲みません？おや、まあありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて一杯。じゃ、いただきます。乾杯。おやじさん。何でしょう？あー、やっぱいいっす。はあ。あー、やっぱおやじさん。何ですか？おやじさん、娘さんっていらっしゃいます？一人いますよ。もう、おばさんですけどね。お孫さんは？はい、男二人、女一人、全部で三人います。かわいいっすか？孫は格別かわいいしかないですよ。娘さんがご結婚されるときどうでした？こう、なんていうか、めちゃくちゃ寂しいとか、奪い取られる感じで旦那になる人ぶん殴ってやろうかとか、なかったっすか？ああ、そりゃ少しは思いましたけど、うちの娘はじゃじゃ馬でしたから、もらってくれる人がいるだけでもよかったんじゃないかって思いましたけどね。って、どうしたんですか？何かあったんですか？ああ、はい、ちょっと。結婚相手がいい人であれば、家族が増える楽しみという考えもありますからね。それなんすよ。相手がどんなやつかさっぱりわからないでイラ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 してんすよ、俺。相手っていうのはどなたのですか？ああ、俺妹がいるんすけど、なんかこう男の影中か、もうなんていうか、こう腹が立って腹が立って。おお、妹さんが？ちっちゃい頃から可愛がって可愛がって俺がずっと守ってきたんすけど、俺がちょっと仕事で忙しくしてる間にどうも悪い虫がついたみたいで。それがっすよ、ゆうべ妹から電話があって、お兄ちゃんに会わせたい人がいるって言ってきて、俺もうパニックっす。妹さん、彼氏がいるんですね？ちゃんと聞いたわけじゃないんですけど、会わせたい人がいるって言えば大抵はそういうことじゃないですか。うちは両親がいないんで、俺親代わりでもあるんすよ。そうだったんですか。その話、マリアさんたちはご存知なんですか？話してないんですけど、今回実は話して相談しようと思って、マリア先輩も今日ここに誘ったんですけど、用事があるからごめんねってさらっと断られたんですよ。はあ、マリアさんもお忙しいんでしょうね。最近仕事が別チームになったんで、よくわかんないっす。でもマリアさんはいつもケントさんのことを可愛い弟分だって言ってましたからね。その弟分の一大事なんですけどね。で、妹さん、おいくつなんですか？二十歳っす。今年地元の短大を卒業して、近くのパン屋で働き始めたんす。妹の小さい頃からの夢が日本一の美味しいパン屋さんになるなんすよ。
パン屋さんですか。朝が早い大変なお仕事ですね。兄貴の俺が言うのも変な話っすけど、うちの妹頑張り屋なんすよ。顔も俺に似てアイドル級で超可愛いっす。素直で真面目でウブで、あーなのでどうもそのパン屋のオーナーが妹にちょっかい出してるんじゃないかなって俺踏んでるんすよ。俺は会ったことないんですけど、同じ高校の後輩みたいです。妹も俺と同じ高校だったんで、妹からすれば先輩っすね。じゃあまだお若いオーナーさんですね、きっと。いやボンボンっすよ絶対。パン屋って朝まだ暗いうちから仕事じゃないですか。二人きりで作業すから、きっとうまいこと言われて口説かれてその気になったんじゃないかなって、もう心配で心配で。どんな方なんでしょうね、そのオーナーさん。きっとこんなこと言ってるスケベなやつっすよ。どんなですか。家へおいでよ、古い部屋だけど家へおいでよ、片付けとくから。家へおいでよ、広くなったんだ。家へおいでよ、理由もないけど、借りっぱなしの本たちも、もらいっぱなしの手紙も全部しておくよ。家へおいでよ、照れくさいけど家へおいでよ、階段しかないけど家へおいでよ、コンビニ寄ってから家へおいでよ、理由はあるんだ。おせっかいの大家さんと、おっちょこちょいのお隣さんも、君のことを
なんかうまいこと言ってる歌詞じゃないですか。いい曲じゃないですか。これはどなたの何という曲なんですか。ペーニャ大作とポンチョ高橋という2人組のユニット、大ポンのうちにおいでよっていう曲っす。聞いた限りでは素敵なストーリーだと思いましたけどね。私もそう思ったわよ。マリア先輩、それに兄さん、こんばんは。いらっしゃい。今日はお二人お揃いで。はい、はい、マリア先輩、用事ってデートなんすか。ますます面白くないっす。何言ってるの。明日ケント君の誕生日でしょ。だから二人でプレゼントを買いに行ってたのよ。あ、そうなんすか。ありがとうございます。入り口まで来た時にケント君の大きな声が聞こえてきて、なんとなく入りにくくて曲が終わるまで外で聞いちゃったけど、暖かくなれる素敵な曲よね。俺もそう思った。曲はいいんすよ、けど俺にしたらもう晴天の霹靂っすよ。どうすればいいか分かんないっす。深刻っす。大切に守ってきてあげた妹さんなんでしょ。そうっす。目に入れても痛くないっす。ずっと守っていたいっす。そうはいかないわよ。妹さんも大人なんだし。まだ子供っす。ケント君、どうかな。妹さんを信じてその人に会ってみたら。ケント君が大切にしてきた妹さんだから、きっといい人だよ、その彼氏。ええ、ナイスナイス、イエス。お二人もお座りになって飲みませんか。おビール、ごちそうしますよ。あ、ありがとうございます。ほら、ケント君、乾杯しよう。複雑っすけど、とりあえず乾杯っていうことで。あ、妹からっす。え、どうしよう。あなたはいいのよ。大丈夫？なんなら私が出てあげようか。いや、ややこしくなるっす。俺、出ます。頑張れ。しっかり。負けるな。負けるな。お、もしもし。もしもし、お兄ちゃん、だけど。あ、俺は許さんからな。何言ってるの。ダメよ、もう話しちゃったから。ダメだった、ダメだ、俺は絶対会わないぞ。会ってみないとわからないでしょ。今度の日曜日予定開けといてね。それにお兄ちゃん明日誕生日でしょ。私がおごってあげるから。あ、わがまま言ってたらずっと独身よ。それにすっごく可愛い子だから。俺はずっと独身でいい。んって何？ん？可愛い子？可愛い？こう？え？そう、私の大事な親友なんだから。断ったら許さないわよ。え？え？紹介だな。はい、チャーシュー特盛り。わあ、わあ、美味しそう。まあ、いっか。よくないわよ。日曜日、楽しみね。なんなら私も一緒に行こうか。勘弁してくださいよ。じゃ、乾杯。ケント君の誕生日と、ケント君の未来に。乾杯。いや。ラジオ音芝居&音楽ミュージックチャルメラドーン、次回もお楽しみに。